稲見萌寧2021ヤマハレディースオープン桂木最終日驚異的トーナメントレコード逆転優勝。国内女子ヤマハレディースオープン桂木最終日2021年4月4日桂木ゴルフクラブ山名コース静岡県6564ヤードパー72決勝36ホールは12バーディーノーボギー。第2ラウンド終了時点で首位と9打差の24位にいた稲見萌寧は連日の66で一気にリーダーボードを駆け上がり、トーナメントレコードとなる通算12アンダーで逆転 V。 ツアー通算4勝目は目標にしていた年間複数回優勝と4日間大会の優勝達成できてよかったですと喜んだ。最終組の一組前でホールアウト、グリーン脇で1打差に迫る山下美夢有のバーディーパットをしっかり見つめ優勝決定の瞬間を見届けた。もしプレーオフになったら山下がアテストしている時にパター練習しようと思っていましたと、準備にも抜かりはなかった。勝負への哲学は明確だ。スタート前、今週は首位の高橋さやかのキャディを務める奥島智明コーチに宣言した。勝つ勝たないは最後には運だけど、何が何でも私が勝つっていう強い気持ちを伝えましたと、自らを極限まで追い込んでいく。2018年のプロテストでもこのバーディパットを外したら池に飛び込むくらいの気持ちで打ちましたと、3メートルのバーディパットをねじ込んで合格ラインに滑り込んだ。前半は4メートルを沈めた4番のワンバーディだけだが、気合を入れ直したという後半に加速した。10番で7メートルを沈めてもあと3つと思っていたとアクセルを緩めない。12番で2メートル、13番で1メートル、15番パー5も1メートル。切れ味鋭いショットをピンに絡めて着実に伸ばしていく。迎えた最終18番。単独首位の山下美夢有が17番でボギーを叩いて首位に並んだが、5メートルのバーディパットを残した稲見のところにその情報は伝わっていない。触るだけの5メートルの下りフック、少しでも打ったらパーも危ないというデリケートなパットだったが、これをカップに流し込んで右拳を何度も振った。基本的にメンタルはそんなに強くないと思うけど、やらなくちゃいけないとか、これをやらないと死にますって究極に追い込まれたら力を発揮するタイプと自己分析する。ラウンド中も見ないと追い込めないからとリーダーボードを凝視する。小祝さくらが優勝するとすぐに自分が勝つというのも自分を追い込むために思っているというジンクスだ。圧倒的な力をつけて常に上位で戦いたいという目標も将来の自分への壮大なプレッシャーだ。21歳249日でのツアー通算4勝目は10番目の年少記録。まだまだ上には上がいる。最後は調子とか言っていられない。自分の心に勝ててよかったですと、優勝の瞬間だけちょっぴり自分に優しかった。静岡県袋井市今岡亮太。みんなの声。稲見萌寧さん、ものすごい勝ちに対する覚悟です。自分をとことん追い込んで素晴らしい結果を呼び込んでいます。しっかりとパフォーマンスに集中できる選手です。トーナメントレコードお見事です。今まさに急成長しています。おめでとうございます。今日もノーボギーの66、圧巻でしたね。アドレスが自然体でかっこいいです。すっかりワンフーファンになりました。秋には埼玉にも来るのかな。応援に行きます。決勝ラウンドに強いのは本物だ。土日とボギーフリーで両日66は素晴らしい。コメントも良かったよ。19歳の山下が勝つか、22歳の高橋か、そしたら最終ホールで21歳の萌寧に持ってかれた。でもプロゴルフってこういうスポーツだっけ。上位はほとんど若い選手たちだけで何か寂しい。もうちょっと先輩にも頑張ってほしいな。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。
皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。